あのコンビニから自分のとこまで葉っぱ並べてやったの？はい。だって木の葉が道に並んでたら気になるじゃないですか、人間の心理として。あの女頭おかしかったですね。トワと話が合うってことはおかしいってことですよ。トワはあれだもんな、親が喧嘩ばっかしてるから雑誌読んで現実逃避してたんだよな。はい、記事読んでると落ち着くんです。こっち来て。嬉しいよトワ。嬉しいって言われて嬉しいよ。できたら彼女のことが知りたいんです。できたらでいいんで。できたらって顔してないじゃん。できたらで。人はみんな一曲だけ自分の歌を持ってる。だからみんな生まれつき歌手なの。俺も？もちろん。